水曜日のダウンタウンのね、これもう結構経っちゃいましたけどね。もう切れて、あ、ブチ切れ大谷？ブチ切れ大谷の話はね、はいはい、だからね、なんか一個だけしたいのが、はい、あの話があって、うん、これね、やっぱいろんな人にいろんなことを言われるわけじゃないですか。僕が楽屋でも永遠いじられてるもんな。永遠いじられたりとか、まあどう本当のとこどうなのみたいなとかさ、うん、だからあれの、まあ、やっぱすごいじゃん、水曜日のダウンタウンってさ、うん、もう何がすごいって。あんだけ切れてもあんだけ面白くなるっていう、まあまあね、僕がその番組だとドン引きよ。切れてて、したら気づいたら、あの次の瞬間だったら俺めっちゃ一生懸命、あ、もしもしつって呼んでるみたいな、うん、次の人探してるみたいなね、うん、あつあったけど、であれでよく聞かれたらこれだけを言いたかったの俺、うん、あれはやっぱ水曜日のダウンタウンの人が出てきて、これ水曜日のダウンタウンなんですって言われたから、お前真面目にやったんだろみたいなめっちゃ言われたのよ、うんうん、そんな甘い番組じゃねえって何かも言われず、俺だってね、あのいらっしゃった方もいるんであれですけど、寝ようとしましたもんね、一回ね、やらないって、もう何その選択肢、やらねえっつってこんなのっつって、なんでだよ、やれよ。でも行かれてるから、その時俺もやっぱ切れてるし酔っ払ってるし、行かれてるよ本当に、ベロベロだし、うん、でもやっぱそれでも誰も出てこないんですよ、うん、スタッフ全員、ね、まず俺その時に思ったのが、もしかしたら本当に誰もいないのかもしれないと思うぐらい静寂。ああなるほどね。で、うん、あの俺が上に干してあるなんか肉みたいのがあるんだけど、それ俺食おうとしたの、うん、くっそまずくて、うん、でまずっつった時に笑い声が聞こえたの、うん、あ、今するんだなと思って、人はいるんだな、人はいるんだと思いながら、はい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 、で結局もう誰もそれでも出てこないから、うん、もうやるしかない、なるほど、ここから出るにはやるしかないから、うんうん、俺はやっただけで、うん、だから本当に誰が来たとかじゃないのよ。ああそういうことね。もう本当の真の俺の姿よ、あれが。ああ追い込まれて。追い込まれて、もうあえてやるしかなかった。なかったっていう。向いてないんだろうな。ポンポン的に。9年目で。オンエア見てる時、俺やめようと思ったもん。あ、芸人を。うん、だから切れたことは覚えてるけど、うん、何を言ったかまで覚えてないから、よっベロベロだから。ああやっぱもう。パーンってなってんだ。で、そんなつまんねえよっつって、うん、くそ、こんなお笑いじゃねえかんな、おいとか言ってさ。うん、切れててさ、うん、なんかもうこんな若手芸人使ってよとかってさ、うん、めちゃめちゃお笑いについてさ熱く語って切れてるところのさ、うん、ワイプにあのダウンタウンさんの顔が出ててさ、うわー怖え、誰の前で俺お笑い語ってんだよと思ってさ、しかも普段一番面白い番組だって言ってんのにな、うん、もう俺涙出てきて、本当にそれ見て俺やめた方がいいわ芸人と思って、その2日後にはあの芸人もう一回やろうと思った。なんでだよ、何があったんだその2日、彼女までに。だから俺辞めてさ、うん、あの知り合いがさ、あの塗装を やってるからさ、そこでもう働こうと思うっつって、うん、で彼女はいや先に俺に言えよ。なんで彼女に先言うんだよ、絶対先俺だろお前。アントニーは、なんで、アントニーは最後よ、最後、いやいや絶対俺先だよ、最後、最後なんで彼女に先言ってんの。アントニーは最後に言うよそりゃ、辞めたいとは。でもまあまあやっちゃったことはしょうがないですからね、でもこれはね前向き捉えてやっていくしかないんですよ、うん、もう。